境根源合戦とは、文明10年12月10日、下佐国境根源にて行われた合戦。上杉貞政の重臣、大田道館が、下佐の土合千葉市の内紛に絡む形で始まった。交渉元年、前年に勃発した小学坊、足利重氏と、三内上杉家、大木谷上杉屋、室町幕府、鎌倉久保、 足利正友の対立による騒乱で、下宇佐の千葉市も内紛が勃発する。宗家、十四代千葉助の種自家。千葉種自家不死は、島城、多古城にて自陣し、名族千葉市の宗家は滅亡した。翌交渉二年、種自家の弟の種県の子、実種、自種兄弟は、東ずま園の援軍を得て、河野大城に立てこもったが、奮戦虚しく敗れて、武蔵石浜城。 武蔵や勝家城に逃れ、大木谷上杉家重信の大田道館に庇護された。二十年後の文明八年十二月、長尾影春は、三内上杉家の火災職の講師をめぐって、上杉や木沙田に背き八方城で挙兵、長尾影春の乱が起きる。影春は、翌文明旧正月、伊香五人の上杉氏本陣を襲撃し、落城、上杉氏は、上野に逃れた。 大木谷上杉家の火災、大田道館は影春に起伏を呼びかけるが影春は拒否する。5月に、要土原の戦いが行われ、道館ら上杉軍は影春を破った。影春は破れて、八方城に立てこもり、再起を図る。上杉氏は八方城を包囲し、降伏勧告を再三行う。影春は不利を挽回しようと、小学坊。 足利重氏に支援を要請した。7月には重氏が、結城市、宇都宮市、那須市、佐々木市、横瀬市といった関東各地の土豪らを引き連れて、上野の滝まで進軍する。上杉明貞上杉貞政らは、八方城の方位を解いて、上野の防衛を固めた。文明十年正月、上杉氏と足利重氏の間で和議なり、影春も、重氏の説得で、 八方城に帰還した。しかし、千葉高種は、停戦に従わず、長岡毛春と結んで、上杉氏に対抗した。これを討伐するため、大田道館、千葉地種は、河野大城に着陣これにより、両者の戦闘は避けられない事態となり、境根源合戦が始まる。大田道館、境根源合戦について、大田道館が、上杉定政の側近高瀬民部署を優に当てた。 長文の書状、大田道館上には、合戦の理由について、千葉助公だねご退治時、小笠様公、新生、地種ため合力向きかれ、国様に申し出、地種と力を合わせ、かの国へ出向いた、関東五麦ギ社などと書かれている。しかし戦況については、12月10日、押しもうささか根源で合戦独勝利としか書いて、おらず、勝利した事実のみを述べている。 しかし、鎌倉大蔵氏では、道館の新軍に対し孔種が、堺根源に出張ったため、孔館が汗向かい、10日丸1日戦い暮らし、高種が打ち負けて撤退した、とある。そして、孔種の重臣一族木内氏、原氏などに死者を出した。また、この地域の死者の名を記す、本土寺の、本土寺過去町では、堺根源合戦において、宗坂下湯、野島流道、 今泉入道、爪ら佐京スケム横などが戦死したと書かれる。捜査士は、高田の豪族、野島は、阿鼻子の豪族であり、戦争の大きさを伝える。破れた高種は、薄い城にこもった。道艦は、老いの大助忠を、千葉地金につけ、長空薄い城を攻撃した。翌文明11年1月、薄い城が陥落する。しかし高種らの決死の逆襲を受け、 つけただが戦死、地種も撤退した。そして、孔種も混乱に紛れて逃走し、戦役が終了した。この五地種は再び下佐への侵攻を考えたが、下佐で孔種を支持する勢力が多く、侵攻を諦めた。これにより、下佐での一連の戦も終結し、孔種の子孫が千葉宗家を継承することになる。文明十四年、幕府と小学坊の間で和議なって、 京区の乱が集結。よって、千葉の内乱も小規模化する。堺根源合戦戦跡かしわ堺根には、合戦場と称する箇所が多数あり、またかつては千、万ともいう数の塚があり、原、木内など、千葉高種軍の将兵の墓であると伝えられていた。光が丘の開発などでこれらの塚も埋められて、しまったが、現在も、団地の隙間など一部箇所に塚が残っている。 また、柏市中央図書館の正門前にある、柏市の地図の中に、堺根源合戦古戦場と書かれてある。ありがとうございます。